皆さんこんにちは、チャトラ工房のチャトランです。動画の方をご覧いただいてありがとうございます。今回は写真を撮る上で知っておきたいカメラの基本ということで、ISO感度をテーマにお話しいたします。ここよくわからないという方結構いらっしゃるかと思います。ご自身でお調べになったこともあるかと思うんですけども、言葉や感覚で覚えようとしても絞りとシャッタースピードの関係性、ここを理解しておかなければ難しいと思います。そこでおそらく大半の方が最初に覚えるであろう絞り優先モード、これを使って解説していきます。僕なりに考えた表現でお伝えしていきますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速やっていきましょう。最初にですね、そもそも絞り優先モードって何という方もいらっしゃるかと思いますので、まずはその基本と特徴からお話しいたします。カメラには基本的に4つの撮影モードがあります。その場の環境に応じて全ての設定をカメラにお任せをするプログラムオート、動きの速いものをしっかり止めて撮影するシャッタースピード優先、背景をぼかしたりとピントの幅を調整する絞り優先、そしてこれら全ての設定をカメラマン自身がコントロールをして撮影をするマニュアルモード、基本はこの4つだと思ってください。マニュアル以外の設定は比較的早い段階で覚えられると思います。コロナ禍で料理以外でも人物や風景などオールマイティに使えるのが絞り優先モードになります。ということで、まずはこの撮影モード絞り優先にしておきましょう。お手持ちのカメラによってはアルファベットで A になっていると思います。ではここから少し詳しく解説していきます。なるべくわかりやすいようにこんなものをご用意しました。上から順番に行きます。絞りというのはレンズを通して入ってくる光の量を調整する場所になります。レンズの中にこんな感じで穴が開いているとイメージしてください。この穴の大きさ、カメラの絞り数値、 F 値という呼び方もします。ここで小さくしたり大きくしたりと変えることができます。 F 値を小さくすると穴は大きくなります。逆に F 値を大きくすると穴は小さくなります。ちょっと混乱してしまいますね。イメージとしてはこんな感じです。 F 値を小さくすると穴が大きくなり、逆に大きくすると小さくなる。まずはこの感覚をしっかり覚えておいてください。それでは次に絞り F 値を変えることによって写真にどんな変化があるかを見ていきましょう。画面左の方に一般的によく使われている F 値をご用意しました。絞りを小さく開いた状態にすると背景がぼけます。逆に絞りを大きく絞った状態にすると背景はぼけなくなります。もう少し正確に言うと、ピントの位置に対して周辺がぼけやすくなったりぼけにくくなったりといった方が正しいかもしれません。サンプルをご用意しましたので実例でお見せします。今ご覧いただいているのが絞り F5.6 で撮影した画像になります。背景がしっかり見えてきますのでちょっとご覧ください。 F5.6 から22に向かってご覧いただいております。最初にご説明した内容で言うと、 F 値を大きく絞った状態、レンズの穴が小さくなっていく方向になります。今度は逆に F22 から 5.6 に向かっていきます。背景がボケていきます。これも最初にご説明した内容で言うと、 F 値を小さく開いた状態、レンズの穴が大きくなっていく方向になります。違いの方お分かりになりますかね。 5.6 と22では背景のボケ方が全く違います。もう少し見比べるとこんな感じです。 F 値を調整することによってボケ具合が変わっていくというふうに覚えておきましょう。またこのボケ具合が大きい、背景がボケた写真のことをカメラ用語で被写界深度が浅い、ボケ具合が少ない写真のことを被写界深度が深いというふうに言います。カメラマン同士の会話の中ではあんまり出てくる言葉ではないんですけども、教科書で習うならおそらく最初の方に出てくるかなと思います。でこれはよく出てきます。絞り1段分、画面左の方、
すでにお気づきの方もいらっしゃるかと思います。絞りというのは3分の1段刻みで調整することができます。レンズによって調整できる範囲が変わってくるんですけども、 5.6 から22はほぼ全てのレンズでカメラマン自身がコントロールできます。今度は画面右の方をご覧ください。 2.8 から22まで間に 5.6 とか11とか数字が表示されていますね。この数字の間隔が絞り1段分になります。つまり F8 が基準だった場合、1段絞るというのは F11 になり、逆に1段開くというのは F5.6 になります。表で見ると青い背景のところが1段分ですね。ちなみに絞りを開く、小さくしていくことを絞りを解放するというような表現をカメラマンはよく使います。まあ、ちょっと絞り気味にとか解放気味にとかニュアンスは若干変わってくるんですけども、会話の中でよく出てきますので、これはカメラ用語としてぜひ覚えておいてください。ということで、ここから先はより会話に近い表現を使っていきたいと思います。画面上の方には常に表記しておきますので、ご参考にしながら聞いてください。ここまでご説明した中で、途中ちょっとした疑問を感じた方がいらっしゃるかと思います。最初に絞りとはレンズを通して入ってくる光の量を調整する場所とお伝えしました。開放状態にすると穴が大きく、絞ると穴が小さく。ということは、例えば絞り開放にすると穴は大きくなるので、その分たくさんの光が入ってきます。であれば本来 F 値を下げた状態と絞った状態ではこんな感じで明るさが変わっていなければいけません。ただ背景のボケ具合が変わっただけで明るさは全く変わっていませんね。どうしてこうなるのか、ここからはシャッタースピードとの関係性についてお話しいたします。基本的に絞りを落とすと写真は明るくなり、絞ると暗くなる、この考え方は正解です。ただし絞り優先の場合、カメラマンが設定した F 値や ISO 感度に対してシャッタースピードはカメラが調整してくれます。ですのでここ空欄になっています。どんな動きをしているか見ていきましょう。絞りとシャッタースピードの関係性というのは量と時間で表現します。絞りを量、シャッタースピードは時間になります。おさらいがてら今から3つクイズを出します。途中お話しした絞りと穴の大きさを思い出してください。まずは1問目。F 値を絞るとレンズの穴の大きさは大きくなるか小さくなるか。はい、小さくなるが正解です。それでは2問目。その穴が小さくなるとレンズから入ってくる光の量は多いか少ないか。少ないですね。これは簡単でしたね。では最後ちょっと難しくします。 F 値を絞るとシャッタースピードは速くなるのか、それとも遅くなるのか。遅くなります。 F 値を絞るとレンズから入ってくる光の量が少ない分、カメラはシャッター時間を必要とします。つまりシャッタースピードが落ちる、遅くなります。逆に F 値を開いた場合はレンズから入ってくる光の量が多くなりますので、それほどシャッター時間を必要としません。ですのでシャッタースピードは速くなります。 F 値を絞るとシャッタースピードは遅くなり、開くと速くなる。絞り優先の時のシャッタースピードは常にこういう動き方をしているので、露出明るさは一定になります。ちなみに明るさを変えたい場合は露出補正をプラス側にします。基本的なところはだいたいこのぐらいですかね。ではここまでを理解していただいたということを前提に ISO 感度始めていきます。こういう言葉を聞いたことがある方いらっしゃるかと思います。高感度で撮影すると画質が悪くなる。でこれを聞いて、そうなんだ、じゃあ気をつけようという感じでその場では思うんですけども、やっぱりよくわからなくて結局次もオートを使ってしまう。スキルアップを目指すならやはりこの ISO 感度は必ず飛び越えなければいけない壁になりますので、
今日すべてを理解しようとしなくて大丈夫です。一つのきっかけにしていただいて、ここから課題をクリアしていきましょう。カメラというのはイメージセンサー、撮像素子という言い方もします。人間でいう脳の部分だと思ってください。で、このセンサーがこのカメラマン今どんな環境で撮影をしているのか、太陽の光の下で撮影をしているのか、それとも光の少ない夜間に撮影をしているのか、いろんな環境下において常に光を感知して判断しています。まあ、もう少し正確に言うと、明るい場所なのか暗い場所なのか、単純にこれだけです。で、このセンサーが光を感知する能力、これを数値化したものがイソ感度になります。もうちょっと詳しく説明します。イソ感度は100を基準に考えます。そして絞りと同じ表現で1段分、100から200、200から400、800、1600、3200、倍増して上げていくことができます。考え方としてはですね、どこまで上げるのかではなく、どこまで抑えるのか、いかにして100に近い数値で撮影をするのかというふうに考えていきます。で、こちらをご覧いただくと、いろんな数値が並んでいますね。例えば100から200の間に125とか160とか、グレードの高いカメラになるとこの間にも細かく数値が入ります。ただ最初のうちは気にしないでください。100を基準に倍増していく、まずはこの数値をしっかり覚えましょう。最大値に関してはこれもグレードによりますので、お手持ちのカメラでご覧になってみてください。ではこの数値高くすることでどんな変化があるのか、ちょっと見ていきましょう。今イソ感度とはセンサーが光を感知する能力とお伝えいたしました。イソ感度を100から200に上げると光を感知する能力が倍増します。ですので本来必要とする光の量が半分で済みます。もう一段上げるとさらにその半分で済みます。そしてその余った分というのがシャッタースピードの方に回ります。シャッタースピードが上がる、速くなる、イコール手ブレをしにくくなります。室内もしくは夜間など太陽の光を受けない、受けにくい場所においてはイソ感度を上げて撮影することで手ブレ防止につながっていきます。で、これは直接目で見た方が分かりやすいかと思いますので、こんなものをご用意しました。イソ感度が変化するとシャッタースピードがどのくらい速くなるのか、ちょっと一緒に見ていきましょう。設定は絞り優先で F 値は 5.6 に固定します。撮影環境は自然光になります。まずはISO感度100、シャッタースピードのところをご覧ください。ピントがあったらシャッタースピードが表示されます。はい、4分の1と表示されました。ちょっと下の方に書いておきましょう。1/4ではシャッター切ります。はい、こんな感じで映りました。今度はイソ感度200、1段分上げます。はい、1/8になりました。これも書いておきます。撮ります。はい、今度はこういう感じに映りました。とりあえず残りはシャッタースピードの変化だけ見ておきましょう。400にします。1/15になりました。次は800にします。1/30、1600、1/60、最後3200、1/125、とりあえずここまでにしておきます。で、数字をご覧いただくとお分かりの通り、イソ感度を上げていくとシャッタースピードが速くなっていますね。そしてこれはある法則に従って動いています。分かった方すごいです。イソ感度を1段分上げるとシャッタースピードも1段分上がってるんですね。まあ、自然光の場合は太陽が雲に隠れてしまう時もあるので多少の誤差はあるんですけども、基本的にはカメラマンが設定した1段分を基準に上がっていきます。露出に関しては一定の明るさを保ちます。ちなみに補足でお伝えしておくと、露出補正のプラスマイナスでもシャッタースピードは変化します。プラス1上げると1段分シャッタースピードは落ちます。次に行きます。
ISO 感度を上げるとシャッタースピードが速くなるというのは今お分かりになったと思います。であれば常に1600とか3200、高い感度を設定しておけばいいというふうな考え方になりますね。実はここがカメラの面白いところでもあり難しいところでもあります。 ISO 感度の基準はあくまでも100です。これを高くするというのは機械的にというか強制的に上げてる感じになります。ですので上げた分の副作用が返ってきます。写真の画質が落ちる、悪くなる。先ほどの画像をもう一回見ましょう。極端にお見せした方が分かりやすいと思いますので、 ISO 感度100と3200で比べます。今ご覧いただいているのが ISO 感度100の画像です。3200だとこんな感じになります。もう一回見ましょう。これが100です。こっちが3200です。分かりづらい方のためにアップにします。この葉っぱのところをご覧ください。今ご覧いただいているのが3200です。100にします。もう一回3200。写真がざらついて見えてると思います。ちなみに6400だともっとひどくなります。12800はもう使えないかなという感じですかね。もちろんこれはカメラのグレードと個人の判断によっても変わってきます。高感度にすると画質が悪くなる。普段オートにしているとカメラは手ぶれをしにくいシャッタースピードを選択してしまうので、カメラマンの意思に反した高い感度を設定してしまいます。ベテランの方が ISO 感度を設定して撮影する理由というのがここにあります。今回は少し頭が疲れてしまいましたね。カメラって結構感覚で覚えられるので楽しんでやるのが一番なんですけども、そこに少しだけ理屈が加わることで写真の世界観はすごく変わります。一言で絞り優先と言っても、もしかしたらここまでを理解して初めて絞り優先なのかもしれません。まあ、もう少し細分化するとお伝えしきれてない部分もあるんですけども、そこはまた今後の動画の中で少しずつご紹介していければと思います。今回の解説はここまでになります。今年も皆さんのスキルアップにつながるよう頑張ってやっていきたいと思いますので、チャトラ工房引き続き応援の方ぜひよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、また次回の動画でお会いいたしましょう。